こんにちは。こんにちは。始まった10秒押しぐらい、15秒押しぐらいかな。どうでしょう、多分 2,3 分押しですかね。はい、はい、でも無事に始まりました。よかった、はい、ということで、3月に開催する予定でした、うん、ドリームボイスズチャリティージャズライブ、いろいろありましたが、はい、本日、無観客配信ライブということで開催いたします。イエイイエイ。今日は本当にあの最小人数、ね、はい、あの密を、防いでここであの演奏をお届けしたいと思っております。はい、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。楽しみください。レイコちゃんの声がまた違うんだよな。すいません。今日はあのここの現場には私たち3人が、はい、小笠さとみ、はい、宮原美恵、岡田レイコ、はい、そしてリモートでサラレクターが待機しておりますので、どうぞ4人のステージをたっぷりお楽しみください。はい、それではさとみちゃんからいきますか。トップバッター、はい、トップバッター参りたいと思います。はい、じゃあお楽しみください。Thank you.
した曲は、作曲ラッシュ・ヤンソン、モア・ヒューマン、そのモア・ヒューマンにですね、デンマークのシンガー、シズル・ストームさんが歌詞をつけましたヘイジー・マインドという曲をお送りいたしました。このコロナ禍でですね、私はこの曲にとっても励まされたところがあって、ヘイジー・マインド、もやもやした心っていうタイトルなんですけど、もやもやした心もあなたのことを、会えなくてもあなたのことを考えるとどんどん気分が晴れて私は自由になれるっていう、そんな一曲でした。それではですね、まず最初にこちらの今日の、一緒に演奏してくださるバンドの皆さんをご紹介したいと思います。ピアノは唐沢達彦。どこのカメラ、いっぱいカメラがあるんですよ今日。あ、ここが唐沢さん専門カメラですかね。私がでも結構映っちゃいそうですが、唐沢さん、そしてベースは木村光平。光平さんのカメラはですね、おそらくそこで今めっちゃズーム、あ、今ズームですね、すごいズームになってます。そしてドラムは森博彦。これかな。全部私映り込んじゃってすいません。今日は 1,2,3 カメ体制で、配信しています。すべてですね、皆さんボランティア、ミュージシャンの方もボランティアでやっている、イベントです。17回目、年に一度だから17年目なんですよね。ものすごい、ちょっと想像はできるけど、めちゃくちゃ、長く長くやってきたイベントですが、今回初めてこういう形でやっています。皆さんコメントとかね、されてしてくださっていいですかね。あとね、じゃあそれ読ませていただきます。じゃあもう少し私も歌いたいと思います。2曲目は私のアルバムにも入っている曲から1曲、スコットランドの民謡で The World is Wide。I wings to
ありがとうございます。いや、こう拍手が若干聞こえますね。限られた人数の中で、ありがとうございます。
たしました。それではですね、今日は一曲、私のこのターンではですね、オリジナル曲を一曲やらせていただこうと思います。というか今日のバンドの皆さんはお会いするのってもしかして1年とか経っちゃうんですかね。めちゃくちゃ久しぶりな感じで、私は月に1回とか、2ヶ月に1回とかビレッジに来てたんですけど、金沢さんはね、絶対私のライブに来てくれないという。なんでそういうことなんこれ私の声しか、なんでここで攻めるの全世界に発信して、その前ね、寂しいなと思ったんですけど、でもこう、ドリームボイスです。去年っていうか、まあ結構1年半前ですよね。そこで一緒にやっていただいて、もう何年も私が学生の時からお世話になっている、お三方とも桐生にゆかりのあるミュージシャンです。今日は久しぶりにできて、本当に怒られながらも、全然嬉しいなと、また昔を思い出して、こういうたくさんいろいろご指導いただいたなっていうのを思い出しながら、そろそろこの辺にしておきますが、はい、私的にはすごく今日は嬉しい日です。いつもは群馬の桐生の方中心にですね、遊林館という場所でこのチャリティーライブ、300人ぐらいですね、見に来てくださってるんですけど、逆にこうオンラインだと東京の方とか、栃木の人とかなんですけど、いろんなところから見ていただけるので、なんかそれもいいなと思っています。はい、でそれでですね、私の桐生出身じゃないんですけど、大学生活の5年間を桐生市で過ごしまして、そこで本当に桐生が大好きになってしまって、というかビレッジにまつわる皆さん、まつわる関わる皆さんがすごい大好きになってしまってですね、今では栃木県より愛しています。群馬県桐生市を、そこまで言っちゃってる、本当栃木の人すいませんって感じですけど、で最近私洋服をですね、作るっていうプロジェクトをやっていまして、でこれ今日着てる服もそのプロジェクトの、ありがとうございますやつなんですけど、私のなんか人生をテーマにしたなんか服っていう感じで、すごい壮大なテーマでやってくださってるんですけど、このスカートがですね、実はこれ偶然にも私がそのプロジェクトを、やるっていう前に、できたスカートらしいんですけど、これ桐生で折ってるんですって、東京の会社なんですけど、なんか桐生は織物の街って言われてて、そんな洋服を作るお仕事でも桐生の縁が舞い込んできて、ますますすごい私的には運命の土地になっています。そんな桐生に、第二のふるさと桐生に向けて、オリジナル曲を去年、作ったので、それを、皆さんと一緒に演奏したいなと思います。お聴きください、桐生。信じてあげよう。
誰
ありがとうございます、キュートに曲をお送りしました、それではですね、あっという間に、私の曲は続いて次の曲で最後になってしまいます、そうこの後もですね、色濃いメンバーが、どんどん濃くなっていくような感じで、並んでいますので、この後もぜひぜひお楽しみください、最後に私がお送りするのがね、スタンダードナンバーで、スイングの曲をお送りしたいと思いますが、これはですね、The Lady is a Trump っていう、ちょっとなんて言うんだろうな、自由気ままな、型にはまらない常識とかちょっとそんなんどうでもいいわっていう、自由気ままな女性のちょっと今回のですね、ドリームボイスズの女性メンバー、本当に私は尊敬、皆さんのこと尊敬してるんですけど、自由気ままで強い女、ちょっとサバサバした Lady is a Trump お送りしたいと思います。I'm never coming back.
ップバッター、河瀬さとみでした。ありがとうございました。それでは、次のシンガーにバトンをタッチしたいのですが、続いてのメンバーはですね、ちょっと特殊な 方法でご登場いただきます。その前に、ちょっとみえさんにも、みえさんとれいこさんにも一緒に来ていただいてお呼びしたいなと思います。河瀬さとみ、ありがとうございます。それではお呼びしたいと思います。大丈夫かな、うまくいくかな、うまくいくかな、いくかな。サラちゃん、いた聞こえない音が、サラちゃん、あれ聞こえてるかな、あ、来た来た、もしもーし、来た来た、もしもし、この時代でいいもしもし、もしもし、来てる、聞こえてます、聞こえてます、聞こえてるかな、聞こえてます、大丈夫よ、久しぶりなんだけど、ね、今日はサラちゃんはリモートで遠隔でですね、このドリームボイシスに参加していただきました。でサラちゃんは事前にもうあの収録をしてくれたの、ね、はい、そうです、はい、そちらの方、じゃあサラちゃんの方から何かありますか、皆さんに、久しぶりだもんね、ドリームボイシス、そうですよね、うん、そう、あので参加するのが3年ぶりで、でもう本当今年こそはって子供たちも連れて遊林館でってね、うん、思い描いてたんだけど、うん、まあ、こんなことで残念だったなと思ったけど、でも結局あのこうやって形を変えて、さすがみえさんすごいね、あなた本当に左に戻ったんだよ、みんな私って確かにすごい、すごい、もうすごいよ、だって震災の時だってね、うん、あのまあ、形を変えてやったし、うん、今回もこんな感じで、うん、だからまあ17年もやって、本当いろんなことあるよね、そうね、諦めないよ諦めない、ね、諦めない、すごい、中止にしない、素晴らしい、うん、ね、いやもう今まさに私も見てたんだけど、うんうん、すごいいい、この形もすごいありだなと思って、であのレイラ下の子と一緒に聞いてたんだけど、さとみちゃん歌ったらもうすぐ気持ちよくなっちゃって、寝かしつけちゃった、寝かしつけちゃった、寝かしつけちゃった、でも大丈夫、あのその後に岡田玲子で起きますから、やめて、ね、起きちょうどいいところ、みんな起きる、みんな起きるから世界中が起きるから世界中が起きるよ、そう、起きるからそうね、いや、あの、うん、まあ、そんなんで、うん、原智也さんっていうギタリストと、うん、はい、いずれもうビレッジには絶対連れて行きたいんだけど、うん、あの一緒にデュオをやったので、うん、喋ってないから本当に曲をこうつな、うん、ぐ感じで、ちょっと音楽をガーッといっぱい聴いてもらおうかなっていう感じの収録になったんですけど、はい、よかったら皆さん、楽しんでってください、サラと原智也デュオでお送りします、はい、じゃあどうぞ、はい、shining in a sparkling, splendidly
like a castle built upon a sandy beach. Gone too soon, like the perfect flower that is just beyond your
Just believe, baby, you.
Thank you.
Excuse me for getting
just to be sad.
素晴らしい。ありがとう。かっこよかった、さらちゃん。結構緊張する、見てるだけ。やってるのに。じゃあ、今ね、あの YouTube にコメントがたくさん来てるから、はい、ちょっとそのコメントをね、いくつか読みたいなと思ってます。はい。はい、まずね、レイコちゃんって、レイコちゃんが、まだキョトンってしてて、もうね、ついていけてないのよ、岡田レイコさんが。読みますか？電車バンドじゃないから。そうそうそう。私ちょっと通信系が弱いんですよ。たくさんコメントが読みます、はい。拍手がとにかくいっぱい来てます。パチパチパチ。拍手いただきてます。すごい。ありがとうございます。関西から見てますとか、イスタンブールから見てますとか。すごい。すごいですね。本当にイスタンブール？いや本当なんじゃないですか。お仕事とかでね。店の名前とかじゃない。本当にイスタンブール的かもしれない。ご飯作りながら聞いてます、うん、このジャズトリオ心地いいですね。おー、おー、そして、17年も続けてきた皆さんを尊敬します。わー、恐縮です。恐縮です。恐縮です。大阪もおるで、大阪からも、はい、もうお気に、お気に、キルビレッジゆかりの皆さん、いい感じが画面から伝わってきています。いい感じです。よかった。サラさんも久しぶりで嬉しいですとのことです。はい、はい、もうその他たくさんですね。たくさんもう追い切れないほど、うん、あの来てます。すごいね。すごい。でも全部全部見ていきますので、うん、はい、ありがとうございます。この後もねコメントぜひ残してください。はい、ということで、じゃあサラちゃんありがとうございました。はい、ありがとう。ちょっと通信は切れちゃうけど、最後まで見ててください。見てる見てる。うん、うん、じゃあそれじゃあまたね。はい、それではということで、はい、はい、まだだった。もういいんだよ。じゃあこの後は、はい、私の番でございます。宮原美恵グループですね。はい、はい、お届けしたいと思います。じゃあ一旦。さとみちゃんとれいこさんはお下がりいただいて、それでは行きたいと思います。A part through my brain, so down persistent there is a distance that it will drive me insane. Comes in the morning without any warning, and hands around me all day. I have to sneak up to it, someday I speak up to it. I hope it listens when I say.Bye.
からお届けいたしました。私の番が回ってまいりました。今年はですね、本当にもういろもうコロナで大変な1年になってしまいましたけれども、3月に、開催できなかったドリームボイセス、先ほどサラちゃんもね言っておりましたけれども、どうにかしてでも中止にしたくないという気持ちが、メンバーみんな同じ気持ちで、やってまいりました。そして今回11月29日、ずいぶん、ね、時間が空きましたけれども、第17回ドリームボイセスを、配信ライブでお届けすることができて本当に良かったなと思っております。そして今日もスタッフの、ね、方とか本当に配信一生懸命頑張ってくださってる、くれている方なんかもいらっしゃいますので、本当にたくさんの方に感謝して、また今日見ている方も、ね、たくさん、いるのかな、たくさんの方が見ていただいているようです。本当にありがとうございます。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではメンバー紹介はさっき里見がしてたからいいのかな。あ、そうなのね。あ、寂しい。いや、別にもう一回するかな、じゃん。寂しそうだから。ピアノ、あ、いや、いいです。ピアノ、唐沢達彦。そしてベース、木村光平。ドラムス、森博彦。ビレッジではですね、おなじみのメンバーなんですけれども、それではここで、フレッシュな、そこでガチガチになっているフレッシュを、フレッシュ君を一人呼びたいと思います。ビレッジでバイトをしている群馬大学のジャズ研の、辻和也。そう、辻君はね結構ね人気なんですよね。なんか特にミュージシャンの方に人気なんですよね。そうなんです。フレッシュだからかな。擦れてないからかな。今日スーツ着ちゃったからかな。それだけちょっと浮いちゃいました ね、 ね。ということで今日は辻君に2曲私のところで参加していただこうと思っておりますので、ちょっとかっこいいところを見せましょう。はい、よろしくお願いします。それでは、辻君を交えて You Will Change お届けいたします。Your smile
Since you and I have drifted apart, life does.
うございました、テナーサックス辻和也。なんか私自分がお母さんみたいな気持ちになってきちゃう今日この頃です。本当に、はい、先ほどもコメントでね、いただきましたけれども、ドリームボーイズ17年、ね、続いてる。本当2004年から始まってもう、2020年になりましたけれども、もう17回目ということで、一番最初の時は第1回目はさとみちゃんはまだね中学生とか、あ、違う小学生かね、だったりとかするわけですよ。第1回の時はそうなんですよ。その時から大人だったな。その時から大人です。唐沢さんはもうずっと大人なんですけど、そう、下手すると辻くんはもう5歳なわけですよ。はい、でもそうやってね、長く続けていけるっていうのはなんか嬉しくもあり、そして本当に1回目からずっと応援してくださってるお客様もねたくさんいて、また新しくドリームボイスっていうのを知って応援してくれるお客様もいて、本当に、まあ、今までやってきてよかったなと思うのと、まあ、これからも続けていきたいなと思っております。この後ですね、その渡良瀬養護園というところでこのドリームボイスのイベントでは寄付をさせていただいてるんですけれども、その渡良瀬養護園に行って VTR なんかもねありますので、皆さんに見ていただこうかなと思ってます。その前にまだもうちょっと歌います。この素晴らしき世界、素晴らしい世界に、地球は本当に素晴らしい世界なんだと思うんですよね。綺麗に青い空で綺麗な海があって、そんな素敵な世界、今年はなんだかちょっと大変なことになりましたけれども、素敵な地球、この世界に私たちみんなは住んでいるんだよという曲をお届けします。 What a wonderful world。I see.
So pretty in the sky. I also saw the faces of people going by.延期になって連れ込みまして、今回初めてこのドリームボイセスでクリスマスソングをやろうかなと思います。これ今までできませんでしたから、3月だったので気合がね、その3月にクリスマスソングはかなりね勇気がいるのでできませんでしたので、今日は11月の29日ということで、まあ、クリスマスまで1ヶ月切っておりますので、1曲クリスマスソングをお届けしたいと思います。クリスマスタイムイズヒア。
ありがとうございます、皆様のところに素敵なクリスマス、そして素敵なサンタさんが訪れますようにということでですね、私 の, あのセットは今の曲で最後になります。それではここで、はいはい、さとみさん、はい、じゃあちょっと、はい、ちょっといらっしゃい、ちょっとこっちいらっしゃい、はい、はい、この後はですね、はい、先日私とさとみちゃんと2人で、はい、渡良瀬遊具園へ行ってきましたね。行ってきました、はい、はい、今までこのドリームボイスずっとやっておりまして、渡良瀬遊具園へ寄付させていただいてるんですけれども、まあ、言葉ではね伝えておりましたけれども、実際どんなところかっていうのが、うんうんうん、今回でもこういう配信が、ね、できることによって、はい、今回伝えられるいいチャンスだなと、そうですね、ね、いうことで VTR ってやつができますよね、はい、撮ってまいりました、はい、まあ、どんなところなのかっていうのを施設長の、うん、太田さん、はい、にお話をいろいろ伺って、来ましたので、ぜひねそちらの方をねこの後見ていただきたいなと思っております、はい、はい、そして、はい、ちょっとこれ持ってきた、ちょっと生々しい生々しいってきたんですけれどもそう、今回は ね, ね、はい、このチャリティー、うん、ドリームボイスのチャリティーというのはこの渡良瀬遊具園寄付するためのチャリティーイベントです、はい、で、スタッフ、ミュージシャンからスタッフから皆さん、ボランティアで参加していただいてるんですよ、はい、ね、だからほとんど全額ですね、そうですね、うん、経費、ちょっとだけ経費を差し引いた、使った分だけ差し引いた残りをすべて渡良瀬遊具園に寄付させていただいております、はい、で今回も今ご覧になってくださっている方はポスターを見た方だとか、うんうん、あとはそうですね、Facebook とかホームページを見てこちらの今配信を見ていただいていると思うんですけれども、はい、そこにPTX の、ね、はい、アドレスも一緒にありますので、もしよろしかったらそちらの方に寄付として、そうですね、していただけますと、お近くの方はこの、そう、お近くの方、そう、この壺に、壺もうすでにたくさんの方にいただいてまして、うん、私も東京でですね、うん、直接お預かりしたのもいくつかありますので、うん、そうですね、うん、どちらでもいいですね、はい、でこちらこの壺は、この壺じゃないよね壺じゃないよね、はい、一年中このビレッジに置いてありまして、うん、ここをねドリームボイスって書いてありますね、そう、ドリームボイスのためにこう寄付をねいただいている、うん、入れ物です、そうです、壺で行きましょうはい、はい、こちらの方とあと PTX で集まった寄付金を、はい、後日ですね、後日責任を持ってお届けしたいと思います、そちらの、報告はまた、うん、渡良瀬遊具園に行った後に、そうですね、SNS などホームページ上で、はい、お知らせしたいと思います、はい、ではこの後行けるかな、はい、それでは渡良瀬遊具園の、取材してきた VTR をぜひご覧ください、渡良瀬遊具園 の,、はい、この施設がどんな施設なのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、お願いします。渡良瀬遊具園はですね、桐生市新里町にあります市型の障害児入所施設です、はい、3歳から中学3年生までの子どもが40名、うん、家庭から離れて生活しています、うん、で私は4代目の施設長をしております太田と申します、はい、で渡良瀬遊具園はですね、創立、来年の11月1日で55周年になるんですけども、創立されたのは昭和の41年11月1日ですね、岸病院 の, 委員長をされていた岸直江先生が57歳の時に創立されまして、なんで設立の動機はですね、直江先生が、心の絆っていう本があるんですけど、その中である農家のところにね、往診に行った時に障害を持った女の子が薄暗い部屋に閉じ込められてたと。でそれを見て、こんなにいい天気の日になんでこんな、ね、薄暗い部屋にいなくちゃいけないんだろうっていうのをすごくかわいそうに思って、なんとか将来ね、そういう障害を持ってる子たちを預かって施設を作って天気のいい日にね、思いっきり外で遊ばせてあげたいっていう思いで
それをがきっかけであの渡良瀬遊軍を作ったと言われてます、はい、で創立者の、岸直江先生が渡良瀬遊軍の初代の理事長ですね、うん、されていてでその後はあの先輩方があの渡良瀬遊軍をずっとこう伝統を守りながらですねあの子どもたちにより良い生活を送れるようにということで工夫を重ねてこられてあの今に至っております、はい、で子どもたちの一日なんですけども朝6時からですね、まあ、6時半ぐらいに起きてで8時45分に学校用のバスが来ますんで朝起きてからですねもう急いでまあ着替えしてそれで顔洗って朝ごはん食べてで学校行く準備して学校のバスになんとか乗っていくって感じなんですけど本当に朝慌ただしい、うん、人数もね多いですからねそうなんですよ、はい、職員4人で朝やってます、ね、4人でそうなんですよそうなんですか40人なんですよ、まあ、6人は学校行ってないんで就学前の子なんで34名ですかね、はい、それを職員4人ででまあ学校送り出すとちょっと人だ、まあ、ちょっとホッとする感じで、はい、その後まあ、11時からですね、はい、就学前の子どもたち、うん、何歳の子がその就学前の子がはい、はい一番下の子は3歳からいます3歳、うん、3歳から、うんまあ、年長さんですよね、うん、来年は学校に上がっていくっていう子までいますね、うんまあ、6名の子がでその6名の子は体を動かすことをしたりですね手先を使うモンテソリ教育っていうのをやったりとかですね、うん、あと音楽を使ったお勉強ですとかその日によっていろんなプログラムを立ててやっております、うんうんその後ですね午後になると2時からだんだんこう低学年からなんですけど学校から帰ってきますので、はい、あのその学校から帰ってきた子をまた迎え入れて3時にまたおやつがありますんで、はい、おやつの後にお風呂に入ったりとかですね夕食食べたりでお風呂入ってない子は夕食の後にまた入ったりとかして、うん、だいたいまあ、4年生までの子は8時に寝て、うん、で5年生以上の子でもっと起きてたいんだよって子は9時まで起きています、うんこのようなね、あの規則正しい日課を送るとですね、あの入所して生活するだけであの生活リズムが整ってきます、うん。早寝早起きをして、栄養士の方が栄養管理した食事をね、3食しっかり食べて、おやつも食べ過ぎないっていう。うん、それだけであの子供たち、とっても体丈夫になりますし、うん、気持ちの面でも落ち着いてきます。うん、あの入所してですね、まあ、1ヶ月ぐらい経つと、まあ、食事とかですね、まあ、排泄とかですね、まあ、基本的生活習慣の確立とか それから挨拶するようにとかねそういう社会性を身につけるようなお勉強なんかを子ども一人一人に合わせてプログラムを立ててやっております、はい、でこういうあの土日とかですね、まあ、学校お休みの日はマイクロバス18人子どもたち乗れるんですけど、はい、そういうバスに乗ってこの辺を周辺をねドライブしたりして過ごしております。なかなかやっぱこの施設ここのね、はい、あの今日はでもたまたま天気もいいからすごく気持ちがいいんですけど、はい、あの庭とかも広くて、はい、ね、あの校庭っていうのお庭園庭って言ってますね園庭か、そうだね、はい、うん、で遊んだりとか、はい、のびのびと子どもたちが過ごせていけるようなあのこの施設の感じがね、はい、いいなぁなと思ってるんですけど、ありがとうございます。やっぱりここであの普段子どもたちが生活していますけど、例えば週末にはお家に帰る子がいたりとか、はい、あのまあ、逆で週末もずっとここにいる子とか、はい、そういう子たちは様々ですか？そうですね、2月の終わりぐらいからですかね、うん、コロナウイルスがだいぶ感染拡大が増えまして、それまではですねあの毎週お家に帰る子もいましたし、あの保護者の方とねお出かけしたりっていうのがありましたね、ただ今コロナウイルスがだいぶこの収まりませんので、うん、今面会は15分で週に1回っていうことで人数制限したりとかそういった形を取ってるところは本当に辛い思いでいますね。そうですよね、はい、まあ、今回これ見てあのくださってる方たちにメッセージじゃないですけれども、例えばそういう、はい、あの相談したいなとか、はい、あのそういうご家庭も、ね、はい、おそらくあると思うので、はい、なんかそういう方へのメッセージとかって何かありますか？はい、そうですね、あのまあ、もしねホームページとか見ていただいて興味があれば、うん、あのお問い合わせいただいてもいいですし、うん、またはあのお住まいの近くの、児童相談所がありますので、うん、そちらの方に問い合わせていただけるとこちらにまた連絡来ることになってますので、うん、はい、まあ、一部はその児童相談所を挟んだ方がよろしいかなと思います。うん、はい、そう、なんか、今回は、はい、あの曲を作って
そうですね、くださったということで、くださったというかこの施設の、そうですね、うん、あの本当に、まあ、子供たちが口ずさめるような歌があるといいかなと思いまして、うん、せっかくあの宮原さんも来ていただけるということで、あのぜひ聞いてみたいです、うん、聞いてみたいです。じゃあ歌わせていただきます、ね、はい、やってみましょう。私の夢を歌いますね、はい。
スしましたけれども、ちょっとねお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、ピアニスト、変わりまして、再度メンバー紹介したいなと思います。ピアニストは森山大仙さんです。でもうずっと変わらずなんですけれども、ベーシストはこうちゃん木村光平さんです。そしてドラマーは森博彦さんです。というこの3人で、お送りしていきますけども、実は、6月ぐらいでしたっけ、ここでビレッジの配信ライブというのを、ね、やった時にこのメンバーで、演奏したんですけれども、それ以来、ということなので、また久しぶりの演奏になりますけど、まあ、誰も聞いてないけどね、まあいいんですけどまあいつも、まあ、いいんですよ、いいんですよ、いいんです、いいんです、これでいいんです、私はということでですね、まあ、ドリームボイスのその17年目ということで、ね、みえさんともだいぶね付き合い長くなりましたけれどもまあ私も何度かね、ちょっと脱落しそうになったことがあったんですけれども、もうみえさんがそのたんびに、まあ、優しく、まあね、頑張ってやんなよって言ってくれたので、まあ、なんとか、うんまあ、優しいっていうのは本当に嘘なんだけど殴られながらね、そう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 、でなんとか17年、迎えて、まあ、今年本当に諦めかけてたというか、まあ、本当にやらないだろうなってっていうことしか私はなかったんですけども、さすがそこはもう本当みえさんなので、もう配信でやれよっていうことだったので、もうわかりましたということで、今回ねこういう形になりましたけれども、もうちょっとあとどれぐらいかな、あと 2,30 分ってとこなんですけれども、最後ゆっくりと楽しんでいただけたらなと思います。ではですね、次の曲はですねボサノバのリズムで聴いていただきたいなと思いますけれども、スタンダードナンバーで My Foolish Heart っていう曲を聴いてください。
を聞いていただきました。配信にあたって本当にいろんな方が協力サポートしていただきまして、もう今日もさんちゃんが、ね、いろいろと使っていただきまして、なるべく私はアップにしないでくれだとかね、引きで撮ってくれだとかね、いろいろ注文をつけておりますけれども、こういうね用意をするっていうのも本当に大変なことで、ね、私はもう来て、ね、こうおちゃらけて歌っておりますけれども、なかなかこう準備が大変で、まあ、みえさんもいろいろねこう頑張って準備していただいて、まあ、感謝しかないんですけれども、まあ、見るとね、顔見るとなかなかちょっと照れくさくて、ありがとうって言えないんだけど本当に心の中で本当にこっちも恥ずかしい付き合いもね長いので、なかなかね面と向かってこうありがとうとかね言えないんですけれども、この場を借りて本当にありがとうございます。ね、いろんな協力がなければこういうイベントごとというのはできないことなので、非常にありがたいなと思ってます。私は本当ただ単に機械がねすっごく苦手で、今もねこういろいろさとみんとかともいろいろ言ってたんですけども、何のこと言ってるのか全然分かんなくてでもなんかみえさんはなんかお前黙ってろっていうことだったので、私は黙ってるんですけれどもということで、じゃあ次の、ね、曲いっちゃいましょうかね。まあ、私ご存知の通り、いつもね笑ってばっかりなんですよ。あんまり真面目な顔ができなくて、常にいつもいつも笑ってる感じなんですけども、まあ、そのまんまの I'm all smiles という曲がありますので、そんな曲をじゃあちょっと聴いていただけたらなと思います。You're my sunshine, my only one.
ました、ね、残り残すところわずかになりましたけれども、こうちゃん、はい、あの前回ね、多分こうちゃん全然覚えてないと思うんだけど、はい、私のことをでかい女だって皆さん言ってるいやそうだけど、でぜひ見に来てくれって言ったんですよそのでかさを体験してくれって、私もねちょっとね嬉しかったんだよねいやいやいや、いやいいのよ、違うの、それのねお礼を言いたかったのいやもうね、なんかその大きいだとかね、なんかこう最初言われるのが結構恥ずかしくて、で、嫌だなって思ってたんですけれども、まあ、だんだん私ももう17年もやっておりまして、いろんなまあこう誹謗中傷にもありましていや褒められることも当然あるんですけれども、でもね大きいとかね言われるってことはすごくいいことなんだなって最近思ってて、前回そうだこうちゃんになんかこの岡田玲子のデカさを体験してほしいっていうことを言われて、ちょっとね嬉しかったんだよね、そうっていうののお礼を今ちょっと言いたかったっていういやいや、こうちゃんなかなかねこう弾いてる姿皆さん多分こう見てて思うと思うんですけど、ちょっとこうなんか割とねつまんなげにやってるでもね、なんだろうこうね嬉しい、嬉しいです、嬉しいです浜田さんもねちょっとねつまぬけにやるときがある、あの森山さんもそうなんですけど、なんかこうちょっとねなかなかこう笑顔が出ないので、笑顔欲しいなって思うんですよ。で森くんだけが本当にこう笑顔でね、そうでも逆にねこの笑顔がまだちょっと怖いときもあるんですけどそうで、そうそうそう、偽りの笑顔って言われてるんですけども、いや、なんていうことを配信なのに、ということでですね、まあその、まあ、笑顔ということもあるんですけれども、次の曲はですね、私と森山さんそのデュオでちょっとお送りするという形で、でまあここが2人だけになるので、たまにこっち見て笑顔ちょうだいねって言ってさんちゃんから言われたので、まあ、その辺もちょっと見ていただきながら聴いていただきたいなと思います。リボン・イン・ザ・スカイという曲を聴いてください。
とうございます。We Were Under the Sky という、これはスティービー・ワンダーの曲で、割とね、結婚式とかにね、歌われる曲で、とても、まあ、日本でいう、まあ、赤い運命の赤い糸っていうね、感じの曲なんですけれども、そんな曲を聴いていただきました。いつの間にかいなくなったんで僕座ってますよって言ってたんだよ急にいなくなったんでびっくりしました。ということで、今日の Dream Voices チャリティーライブ、最後の曲になります。本当に5時からね、ずっと見ていただいている方、本当にありがとうございます。いろんな方見てくださって本当に本当に感謝してます。またね、来年も、ね、どういうふうに形になるか分かりませんけれども、まあ、配信という形に なるか、まあ、できればね、やっぱり、まあ、お客様の前で、演奏できるということがすごく幸せだなと思っておりますので、一刻も早くね、この収束が迎えて、ライブが通常通りに、できたらすごくいいなと思っております。本当に今日はありがとうございました。ちょっとしんみりしちゃったのでもうね、なので最後はちょっと明るめのね、早いテンポの曲でね、お送りしていきたいなと思います。 My Shining Hour っていう曲が、なになに、なんか向こうでなんかちょろ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 言ってるんですよ、なんかMy Shining Hour という曲を、じゃ最後に聴いていただきたいなと思います。今日どうもありがとうございます。
無事に、はいね、あっという間でした。あっという間に、うん、5時から始まりまして、うん、あっという間に終わりになってしまいました。なってしまいました、ね、なってしまいました、うん、見てくださってる方もですね、うん、ずっと始まりからですね、うん、人数が変わらないんですよ、うん、ずっと多分トイレにも行かず、トイレぐらいは行くの、ご飯も食べずトイレには行ってください。食べながらとか、ね、あ、そうですね、できますからね。そうです、お家で多分見てると思うから、うん、サラちゃんのレイラちゃんは起きたかな。私あ、起きたかな。起きたと思うよ。ね、レイラちゃん起きたかな。はい、本当にでも今日は、最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。来年は第18回もう決まってる。決まってるんですよ。3回の回ですよ。本当18回とか言うと2021年3月21日。決まってるんだ。決まってるんです。で、有輪館を押さえてあるんですが、はい、ちょっとまだ状況がわからないので、また配信かもしれませんけれども、うん、まあ、3月21日に、うん、ゆりんかもしくは配信で、うん、行いますので、またぜひその時はよろしくお願いいたします。ではアンコールにお答えして。そんな日もありました。こんな日もいや、聞こえてたよ。聞こえてました。じゃあタイムラグあるから。そう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 、ちょっとね、今頃多分なってます。はい、アンコールにお答えして。じゃあ3人で1曲、お届けしたいと思います。おそらくリモートでサラちゃんも歌っていると思います。そうですね、歌ってるね、きっとね。あ、辻君も入る、うん、どうした、何だったの。口パク、もう片付けちゃいました。もう参加してしまっちゃった。そうだね。はい、本当に皆様ありがとうございました。それでは最後にバイバイブラックバードをお届けしたいと思います。Back up all my head and walk. Here I go, second low. Bye bye.
受け付けております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。